よし、じゃあマサさんの空を練習の成果をちょっと見せようかな。みんなに結構真面目に触ってます。使えたら多分クラウドとの相性いいから。じゃあ空使えるようになってさ、重量級楽できたらマジで理想だからな。最近さ、配信の終わる前に空を、配信終わる前に空で1回買って終わるみたいな、そういうのをやってるんですけど、毎回カズヤなんですよね。毎回カズヤ、多分5回ぐらいやってて4回カズヤ。何なんだろうか。シュ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 。あ、消えた。うん、空がね、熱いんです今。いや、ドンキーとかさ、デデデとかクラウドでもいけるなくはないけど、でも楽できたらやっぱ理想じゃないですか。理想だし、なんかもっと楽できそうなキャラもいそうだから、まあ将来への投資と言いますか、まあ使えたらいいなっていう思いで使ってますね。練習してます。空のフリー教えてください。え、あんま分かんないけど、まあミェンミェンとかする、サムスとか飛び道具系じゃないかな。飛び道具マジできついわ。トルコアイスガチで重いっす。え、いいんですか。アイスだからね。なるほど、そういうこと、そういう意味合いなの。空の横綱マジで飛びすぎだよな。めちゃくちゃ気持ちがいいもん、あれ当てると。多分戦闘力さ、もうマルス抜いてんちゃうかな。多分抜いてる。こんにちは、初見ですよ。初見さんどうも。なんかコンボある程度ビップ勝てるようになってきたから、そろそろなんかコンボ覚えたいですね。飛んできそう。
なんだと。空への二段上様、難しいやつじゃないそれ。空への二段、空上ぐらいだったら頑張ったらできそう。シュワーチ、飛んできそう。飛んでこない。飛んできた。飛んできたわ。よしみんな、これラ、これラストにするか。これラストにします。危ない、うん、連勝で終わろう今日は。おもろいぞ。ラストまるで意味がわからんぞ。え、そうだろう。今日はこれで終わりや。おもろいぞ。痛い。はい。お、今日空全勝だ。全勝で終わりだ。